横浜 F マリノスやってまいりました、はい、新しいクラブハウス、はい、ということで、これは面白い。おお、いい守備、いい守備、働かない。チャンピオンを守るとかいうわけじゃなくて、チャレンジャーの気持ち持って、それをどんどん向かってチャレンジしていく年にしたいなと思います。はい、やってまいりました、横浜 F マリノス、はい、やってまいりました。宮崎キャンプから帰ってきて、こちらあの新しいクラブハウス、はい、ということで、ちょっとこのショータイムノートをまたもらったんですが、はい、F マリノススポーツパークトリコロールベース栗浜ということで、こちらのクラブハウスが新設されて、天然芝2面と人工芝フットサルコートが1面ということで、観客席も500席あるということで、いやすごいですね。すごいですね。こちらの移転してクラブハウスをまたね、新規一転ということで、はい、じゃあちょっと早速歩きながら行きましょう。はい、横浜 F マリノス、はい、まあ、昨シーズンなんですが、ケビン・マスカット監督、はい、まあ、今季で3年目ということで、うん、まあ、昨シーズン2022シーズンは優勝、うん、20勝8分け6敗勝ち点68で J リーグチャンピオンに、はい、輝いて、3年ぶり5回目の優勝だったんですが、まあ、ホーム17試合で12勝2敗3分けと、はい、まあ、得点数がなんといっても70。いやー、大台ですね。いやー、爆発的な攻撃力ということで、まあ、失点も35という、うん、リーグ最初失点。そうですね。もう優勝に値すべく、うん、結果と内容。主な移籍情報はまあこちらということで、まあ、テロップでインとアウト書いてるんですが、まあ、アウトでいうところでいうと、まあ、岩田選手だって、レオセアラ選手、中川選手、うん、天野選手、まあ、主力級のメンバーがこう移籍、上島選手、井上選手、取材させてもらって木村選手も、そうですね、はい、今日いますので、新しくこうね、フレッシュな選手たちが入ったというところで、うん、まあ、岩田選手とかは昨シーズンは MVP にも輝いてて、うん、まあ、すごくあの、ね、中心的人物だったんで、やっぱそこの移籍っていうところは非常に痛いとは思うんですが、うん、まあ、その新加入の選手も含め、どうやってね、新しい F マリノスでタイトルを取れるかっていうところは注目していきたいと思います。はい、こちらがフットサルコートで、この奥にテネシバあります。はい。テネシバで、トップチームが練習するので、そこも取材させてもらうんですが、はい。今週末、富士フィルムスーパーカップが、ヴァンフォーレ甲府と、天皇杯王者。はい。あるので、まあ、その調整も兼ねて、トレーニングを今日ここでするんですが、はい。その後には、J リーグ開幕戦、うん、川崎フロンターレと、まあ、横浜 F マリノスにとってアウェーで。そうですね。はい。驚き。そこも注目のカードというか、うん、非常に楽しみな、はい、シーズンがやってまいりました。はい、横浜 F マリノス、私も、なんと6年在籍させていただいて、はい、2回優勝も経験させていただいてということで、非常にご縁があるチームなので、今日の練習も含めて、ケビン・マスカット監督のこのサッカーっていうところだって、どういうトレーニングをするかっていうのも含めて非常に勉強になるので、はい、しっかりと見ていきたいと思います。はい、馴染みのある選手だったら榎本哲也、キーパーコーチだったり、はい、もういると思うので、ちょっとね、お話できるタイミングがあったら、はい、話も聞きながら、はい、チーム状況はどんな感じなのか、そうですね、はい、聞いてみたいと思います。公開としては多分、J リーグ前か J リーグ後になるとは思うんですが、うん、今シーズンを占うっていう意味では、富士フィルムスーパーカップ、これ一つの、このチームの完成度っていうところの指標にはなると思いますし、はい、まあ、その後の、まあ、川崎フロンターレとの大一番という。大一番というか、まあ、開幕戦でね。そうですね。うん、すごいカード。いきなりの好カードが見れるということで。うん、まあ、僕もそちらの試合には足を運ばせてもらうので。はい。J リーグ今年も盛り上げていきたいと思います。はい。それでは行ってみましょう。いいね。よく頑張りました。さあ、選手、はい、出てきました。こんな近くで M マリノス、ほとんど知りません。知らないですか。はい、いや、ほとんどというか、あの面識がないって、昔の、あー、そういうことですね。当時確かに、もう当時の一緒にやってた選手、もうちょっとご紹介しますけど、はい、あの、はい、ハブさんです。俺、レジェンドのハブ。いやいや、今日もナッさんお越しいただいてやめてください。なんかこの間も、はい、あのニューフェアとか言ってたけど、ありがとうございます。これはあのまた元に戻しちゃう。でもこうやって OB としてこうやってね、またこの練習で会えて嬉しいな。ありがたいです。
今日は、はい、何の取材ですか。今日は練習の見学と、あと秋田選手、それをあの YouTube の方のチームで、はい、そうです、落とし込んで、落とし込んで、あ、監督としてね、もうこうやってでも練習見ながらちょっと練習メニューをもうずっと勉強してます。なるほど、なるほど。メディアの活動もしながら、はい、あのチームの監督業も兼任しながら幅広くですね、はい、僕も SNS 見ていろいろ勉強させてもらってるんで夢は勉強になってる。いやいや、もう他のこと、他のことで、ね、はい、ね、幅広く活動してるから、はい、刺激になるんで嬉しいですよね、こうやって。そうですね、スーパーカップの前で。キャンプ、トレーニングマッチとかも、はい、トレーニングマッチって勝ち負けにこだわらなくていいけど、はい、まあ、それなりにやっぱりコンビネーションとか結構出てるんで、まあ、仕上がりはいいと思う。お互いが刺激し合って、また今年は今年のマリノス、新生マリノスで参加してもらいたいなと。うん、そうですね、うん。かっこいいっすね。じゃあ先ほどインアウトで岩田選手とか抜けたって話いますから、選手。いや、もう、はい、2チーム分以上ありますからね。はい、でさっき、まあ、足立亮コーチ、はい、喋ってたんですけど、まあ、やっぱそのトレーニングの環境の中で選手がどんどんこう成長していくっていう、それが今この F マリノスの環境ではすごく昨シーズン含めてこう起きている現象なので、やっぱりこう試合やりながら結果残しながらいろんな選手がこう育ってるっていう印象を僕も受けてるので、試合見てもそうですし、まあ、特にあの昨年 AS ローマと親善試合行かせてもらいました、はい、行かせてもらったと思うんですけど、もう海外のチーム相手でも自分たちの J リーグチャンピオンっていうのはすごく堂々プレーで披露しましたし、むしろ圧倒してたからね。そうですね、終始本当に、うん、すごい。どんな練習するのか非常に楽しみです。シゲさん、おはようございます。あ、ナス。誰？ナスです。え？いやいや、ナスはい。ナスさん分かってる。はい。キダ。キダ選手です。え？キダ選手。キダ？はい。キダ？はい。はい、スーパーカップの前ということで、はい、非常に多くのメディアが、そうですね、特にこの僕の中でこう昨シーズンチャンピオンになるにあたってすごい成長したというか、シムの選手、はい、やっぱ F マリノスに来てたくましさというか、まあ、運動量だったりその球際のこう激しさとか、そういう部分は私が持ってたんですけど、あと質の部分ってかなりポジティブなことができるし、うん、ゴールに決めた動きがすごく多かった。何よりゴールの質が、そうですね、頑張ってね。はい、ありがとうございます。さあ、木村選手、まさかの、はい、気づいてくれて、気づいてくれて、うん。
試合中この切り替えよく見ますね。この現場にいる人たちは多分みんな感じてると思うんですけど、すごい緊張感がある、うん、すごいね、いい緊張感が張り詰めた、うん、誰一人としてやっぱこう抜いてる選手いないから、うん、この環境でできるのはね、非常に選手にとっては上手くなる要素という意味では、うん、すごく重要ですよね。何より切り替えがすごいですね。大体その気持ちが入ってない選手とか、うん、なんかちょっとこうなかなか集中力かけてる選手いると、この切り替えの一歩が遅いんですよ、うん、やっぱそれはもうあの目視レベルで分かってしまうので、だからここがもうみんなすごい切り替え早いじゃない、うん、そうですね、この選手、はい、まだ間もないので、練習に適応しながら、うんうん、あ、今色をね、上島選手の特徴というか、どんどん出していく今段階だと思うんですけど、うんうん、とはいえやっぱりね、競争がこのチームには、強いチームには競争が、ね、常にあるんです。どんどんテンポよく練習は移行していきますが、練習と練習の合間が本当コンパクトです、ね、コンパクト、うん、これは何でしょうね、はい、対人的なのやってるので、これは見ものですよ。復帰間近選手みたいな感じかな、ね、フィークのメッセージ早いからね、単純なフェイントに見えてめちゃくちゃ速いので、あと緩急使ってるからなかなかやっぱついていくの容易じゃないですか。やっぱドリブルの姿勢がいいよ、ドリブルは前傾ならないでこうしっかりと顔が浮いたままだから、いやー、対峙してる選手は絶対もうどっちかちょっとこうね、きれいすげえ。さあ、そうかしら。あ、これ一発目。ああ、これ見物っすね。見物っすね。めちゃくちゃ面白い、これは。あら、どん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 ほら、タッチして、結構これ、激しいやつ。うん。さあ、これは畑中先輩センターバック対決ですね。センターバック対決、うん、さあ、そこ、これは面白い、うん、おー、いい守備、いい守備、畑中先輩、あんまり下がらないっていう守備で、おー、うん、いい取り方、いい取り方、うん、そうですね、水沼選手と、うわ、面白いね、見てて、いやー、迫力ありますよね。だってここの1対1もそうだけど、こっちでちょっとこう目線を外したら宮市選手とか、こっちで、はい、ちっちゃいグリッドでの1対1のスキルの高さも半端ない。ちょっと一つのカメラじゃ足りません、ね、足りません、はい、足りません。うわー、うまい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 、打たれちゃうかな、このレンジは。下がらないような守備をする、うん、あの LP ベースのボートとか言ってましたけど、はい、ちょっとずつ詰めるっていうのがなかなかね、やっぱね、緩急でスピードある選手だと難しいんですけど、相手を対峙すると、うん、でもやっぱりあのこう奪ってるディフェンダーを見るとここの詰め方がうまい、こうやってスピード乗らせないでちょっと吸収ました、うまいな、詰め方とかも前にちょっとボランチ的な捉え方、うんうん、対人系の日なんだね、そうですね、かなり対人系多いね、
大事。さっきの1対1からほぼ休憩なしでこれってやばいっすね。出たタイミングでそのモダル地点にこう移動しながら、その自分の勢いを持って、勢いを持って前向きに作る。それによってもう一発で剥がせる。何気ないことですけど、すごい局面打開が重要です。めちゃくちゃ追い込んでます。ラストですね。最後何なんですか。サイズをちっちゃめ、ちっちゃくして。でも余裕も変わらず。1時半スタートだったから、まあ、約1時間20分ぐらいかな。結構コンパクトですか、これは。まあ、でもレストの時間がすごい短かったのと、うん、今日は対敵の1対1だったり4対4しかも4対4で2分とかもやってたり、かなりハード。4対4何セットやったろうな、結構やってたと思うんですよ、セット数総当たりみたいな形で。そうです、6ですね、うん。1対1もあのただの1対1じゃないので、うん、攻守終わってからあとキーパータッチ しに守備する、うん、今日はかなり上げる日だったと思います。選手のこの質の高さ、はい、あと強度、練習からの練習、ここ最近来てなかったので、うん、しっかりと見させてもらったんですけど、うん、やっぱりこの雰囲気から非常に選手の意識レベルが、そうですね、強さたるゆえんが伝わってきました、ね、しっかり。あのそのデリューチャンピオンというところの今年まずね、新規一点というところでクラブハウスもね、移転して、うん、ちょっとね、強さの一部を垣間見た。いやー、うん、あっという間の1時間20分でしたね。あっという間だったね、楽しかった、すごく。観客のね、方も本当たくさん来てますから。いや200人ぐらいいるのかな。そうですね、平日の、ね、平日のこの午前中で、このチームの注目と人気度が、うん、ね、
終わったら怪我しちゃって、うん、第5中、うん、あ、そうなんだ。そうっすね、10月の終わりにオペして、うん、3ヶ月たってやっと、うん、明日レントゲン撮ってよかったら合流できない。結構上げてたわね。でもやっぱレベル高いね。見ててもそうでしょ。はい、ね、でも楽しみでしょ。はい、楽しみです。取材してもらったアレンジの役も負けないようにちゃんと活躍。また取材させてください。また密着です。お疲れ様。お疲れ様です。ね、木村選手、あ、ちょっと怪我上がりということで、はい、今リハビリでかなり上げてたんで、もうそろそろ合流ということで、うずうずしてる。はい。とは思うんですけど。またプロサッカー選手、バンの一日もね。ねえ。取らせてもらったら。大学であんなきつい練習させて、ね、させてもらって一緒にどんどんたくましくなってきますね。楽しみですね。はい、LP ベース以来です。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。見てました。1対1。ありがとうございます。あれはまさに、はい、あの詰め方。いや、意識してます。あれも意識はしてますけど、でもなんかあの時ほど時間も経ってる。鮮明に覚えてないっていう。今日めちゃくちゃ強度高かったでしょ。ね、今シーズン一番きつい。めちゃくちゃきつかったっすね。何が一番きつかった？1対1より4対4の方がきつかった。あ、もうどっちも、どっちも1対1もきついし、そきつい状態でやる5-5もきつかった。そうだよね。でも1対1はすごい、あ、詰め方は、いや、さすがに、いや、でも何回かやられたんで、ちょっとあまりお手本にはならないですけど、ね、でも難しいよね、ゴールこう。あ、そうなんですよね。私もう不利な状態で始まる。そうだから、でもあれで詰めるっていうのが大事だから、すごい参考になりました。はい、本当ですか。よかったです。また欲しいの。お願いします。また来てください。オッケー、また来ます。ありがとう。今シーズン1だったんですね、やっぱり。ねえ。まさかの、そんな日に。もう見せてもらいます。いやいやいや。ドリブルのここから。お疲れ様です。後ほどちょっとお願いします。はい、今日よろしくお願いします。すいません、はるばる。全然リハまで。ありがとうございます。ありがとうございます。後ほど、お疲れ。いや、もちろん。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日、激しかったね。いや、激しかったですね。走ってたね。お疲れ。声出して走るから、ちょっと目立つだけです。いやいやいや。コータと木田選手は、あの疲れた中でも、はい、バンバン走ってない。背中で見せられてる。畑中選手聞いたら一番きつかったっ、はい、あ、そうですね。キャンプよりもきつかったそうか、はい、最初3本しかやらないと思ったら6本やったんで、あ、あと3本あったと思きつかったですね。普段対人はやる日はあるでよ。あ、でもほぼないんですよ。あ、そうなんだ。あの1対1なんで、うん、年に本当何回かそんな貴重な数えるぐらいなんで、しかもこうやってシーズン前にこっち上げるときとか、うんうんうん、でキャンプでやんなかったんで、うん、今年やんないんだと思って。ああ、なるほど、ね。ちょうど。ちょうど今日だった。貴重な今日だったんですよ。いいものがちょっと見させてもらった、はい。一番マリノスらしい練習の日に。ねえ。きついと。で、雰囲気どうなの？なんか、めっちゃいいですよ。ね、いい緊張感で。はい、もうみんな、やっぱり練習に対しての、真面目に取り組むっていうのが、マリノスすごいんで、うん、そこはみんな、新しい人が入ってきても、その既存の選手たちがしっかりしていくみたいな。うん、目標ちょっと今年はっていうか、今年も優勝のためにやりたいし、うん、2連覇をすることでやっぱりその周りの見られ方もまた変わってくると思うので、1回だけじゃなくて何回もやっぱ優勝したいなっていう気持ちはすごい強いので、まあでもこうチャンピオンを守るとかいうわけじゃなくて、やっぱりチャレンジャーの気持ち持って、うん、どん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 上に向かってチャレンジしていく年にしたいなと思います。なんかそんな雰囲気があるよね、みんなも ね、チャレンジする。やっぱりもう向上心の塊みたいな人たちばっかね、本当だよね。すごいです。すごいよね。だからシーズン見てて上手くなってたり、そうですね、そう、選手が成長してるから、はい、すごい。成長したい、成長したいみたいな人たちがいっぱいいるんで、ね、いい環境だ。地域がいいですね。今シーズン応援します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや、全然全然いいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってやっぱ、向上心の塊ですね。コータ、あの今シーズン副キャプテンなんで、うん、選手からこうやってね、チームの状況だったり聞いたんですけど、非常に、まあ、今シーズンもいい状態で臨めるんじゃないかというふうに思います。大島コーチ、はい、大島コーチが
面白いコーチはね、これね、はい、絶対に俺が声かけると素通りしますから、はい、絶対にこれは、あの…どう違うパターンだった。お疲れ様です。あたさん元気ですか？元気だよ。元気ですよ。変わらず。よく見ますよ。ありがとう。一番元気やん。カラパウス行きました。俺のマイナス在籍時、あのマネージャーで。あ、ずっとおられるか。すごいですね。はい、ということで横浜 F マリノス練習場から、はい、今年一番きつい練習、はい、強度のある練習を取らせてもらって、まあ、1対1だったり集団戦術というか、まあ、4対4、5対5とか、うん、非常にあの質の高いものを取らせてもらいました。かなり参考になる動画になると思ってます。あと、まあ、今シーズンの、ね、横浜 F マリノスのさらにまたタイトルっていうところ期待も高まる内容だったと思うので、今シーズン横浜 F マリノスリーグ戦、カップ戦各試合ありますので、皆さんホームもアウェーも観戦来ていただければと思いますので、概要欄の方に記載してありますので、そのリンクからチケット買って選手、チームを応援しに行ってください。ぜひぜひ今シーズン横浜 F マリノス、期待したいと思います。それでは。